ゴードン・ジェームズ・ラムゼ・ OBE、1966年11月8日帯は、スコットランド出身の3つ星シェフである。ヨーロッパでも大変人気のあるシェフで、ロンドンにある3つのレストランで、合計7つのミシュランの星を持つ。3つ星を獲得しているのは、ロンドンのロイヤル・ホスピタル・ロード本店1軒のみ。コンラット東京からは撤退している。 15歳でグラスゴーレンジャーズに所属するサッカー選手になったが、膝の故障が元で断念。その後料理の道に進み、数々の一流料理人の下で働き、レストランをバージンのシェフとなる。3年でミシュランの星2つを獲得。1998年にロンドンのチェルシーに自分のレストランを持ち、2001年にミシュランの星3つを獲得。 性格は短気で、歯に衣着せず、スタッフたちを罵倒したり、物を投げたりする。そんなキャラクターが受けて、テレビ出演も多く、彼自身を追ったドキュメンタリーボイリングポイントや、様々な問題を抱えるレストランを建て直すラムジー、エスキッチンナイトメアズ、無名の若手シェフにお題を与え、彼らを知った、罵倒しながら、料理を競わせる、ヘルズキッチン地獄の厨房などは有名。また、 これまで6冊のレシピ本を書いている。村田義弘と共に、シンガポール航空の機内食のメニューも監修している。映画、ニつ星の料理人の主人公のモデルでもある。本業とは別に、声優としての活動も行っている。ミッキーマウスとロードレーサーズのエピソード、レストランを救えでは、世界中の潰れそうなレストランを救う番組、メニュー。 メイクオーバーで活躍する有名シェフのお薬役を演じている。以前に監修していたレストラン。ありがとうございます。